お腹減った。アロハー、こんにちは、アツコです。今私はものすごい行列に並んでます。ここはノーショアのカフクという町です。エビ、カフクシュリンプが有名なんですけど、てなわけでシュリンプの本場カフクからお届け。ハワイ・オアフ島のノースショアはワイキキから車で90分ぐらい。古き良き街並みが並ぶハレイワが有名だけど、それよりも北側にあるカフクはさらにのどかな自然が楽しめるスポットだぞ。シュリンプ屋さんが山ほどあるカフク、どんなお店なんだろう。今日はこの元祖、ガーリックシュリンプの元祖って言われているガーリックシュリンプ屋さんをレポートしたいと思います。それでは行きます。マハロハワイ。ハワイのグルメをお届けする最新ハワイチャンネル、マハロハワイ。というわけで本日のお店はジオバンニシュリンプ家福本店さん。ハワイのシュリンプの本場ノースショアでも一番との呼び声高い元祖シュリンプ店です。家福の広大な土地にドンとそびえる大きなフードトラック、存在感から王者の風格。さてご覧の通りの大行列を抜け、少し高めの車窓へ注文します。並んでからオーダーまでは20分ぐらいだったので、意外と早いなと思ってたんですが、オーダーしてからもうすでに40分ぐらい待ってます。お腹減った。さあそんなこんなで待ちに待ったシュリンプとご対面です。今回はスキャンピーとレモンバターの2種類をオーダーしました。一番人気というスキャンピーからいただいてみましょう。このノースショアで採れたシュリンプ、どんなお味でしょうか。おいしい、すごいガーリック、そしてオイリーです。スキャンピーはニンニクとオイルのガッツリ系だ。待った甲斐もあり、空腹には最高のごちそうです。大体これ殻を剥けるようになってるので、こう殻を剥いて食べる人結構多いんですけど、私はいつも殻ごと食べちゃうんですけど、うん、なんか虫がすごい、風も強いです。そんな様々なハプニングの中でもシュリンプはさすが元祖。心地よく新鮮な食感と濃厚なガーリックの味付けがたまらなく美味しいです。レモンもついているのでさっぱり風にもいただけます。でもこれガーリックがすごい効いてるので、次の日とか多分ガーリックの香りがすごいと思います。本当に美味しいですが、それなりの覚悟を持ってぜひ挑んでください。さあ次はレモンバターだ。こちらはレモンバターをつけていただくので、エビ自体はシンプル。今度は面倒くさがらずに皮を剥いてレモンバターにつけていただいてみると。で食べてみます。うん、こっちの方がさっぱりですね。スキャンピーとは違う爽快感たっぷりのシュリンプを味わえてさっぱりいただきたい人にはこちらがいいかも。味付けが違うだけでこんなに違ったシュリンプを楽しめることに感動してしまいました。仲間と2種類頼んでシェアがいいかもな。青空の開放感の中、がっつりシュリンプを手でいただく、こんな幸せめったに体験できません。きちんとお店のイートインスペースに流しがあるので、安心して手づかみでこの幸せを体験してみてください。ごちそうさまでした。はち切れんばかりのエビに感動しました。こう太陽の下でこう手づかみでオイリーになりながらエビを食らうというあの感じにすごいハマりそうです。もう改めてガーリックシュリンプの魅力を発見できた一日になりました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。